った。ちょっとさ、ゴミはゴミ箱に捨ててよ。それで食べる分だけ持ってって。カメラここ、グーこれを見せたいの。グミです。美味しいんだよ。本当だ。手洗った？帰ってきてから。おいしい。おいしいでしょ。ママは本当そうしないとやばいな。このグミとこのグミどっちが好き？ゆりちゃんのグミは小グミと、何これ、ピュア？プル。ピュレ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 です。ゆりが一番好きなピュレの。どうもすずです。ここら辺でチャンネル登録をね。この普通の漢字が見たい方、チャンネル登録をお願いします。ついに登録者様100人達成いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、あと一つね、お詫びと言いますか、言い訳と言いますか、言わせていただきたいことがあるの。返信よ返信、コメントくださいなんて言ってるけど、返信が遅いでしょ。私これ なんでか言わせて。なんでかっていうと、これを昔のさアカウント、これこれイタリア人に届いたら、違う、嫁いだらやん。これでさアカウントを切り替えるにしてもさ、見て2個しかないの。どこ行った？私のあれ、元気チャンネルが出てこんのよ。ほら元気チャンネルが出てこない。まあでもだから、ここに元気チャンネル出てこないと、このイタリア人に嫁いだらから、イタリアに嫁いでた頃のさ、イタリアの人たちがさ、このチャンネルからさ、いろんなのに行っちゃうから、確か別で作ったんだけど、私の元気チャンネルどこ行ったってことになってるわけ。そんで自分の、自分で立ち上げて、だからさ、YouTube でさ、違う YouTube じゃない、携帯でパパパパってさ、新しいチャンネルって作ったんだけど、パソコンにね、連動してないもんで、なかなか、作業が滞っております。ということでね、返信をイタリア人に嫁いだらからしちゃうことがね、多々あるの。でも気にしないで、それ私だから。私だから。あと、コメント全部読ませていただいてますので、ありがとう。で、何ハートマークとかだったらさ、携帯とかでペペってできるんだけどさ、いかんせんさ、あれが遅れてるよね、やっぱり。ごめんね。ちょっと一旦待って、その前に一旦待って、あれするわ今。じゃあすずイタリア人に嫁いだらから、どうやって返信してるかっていうと、この検索のところにね、すず元気チャンネル入れるでしょ。ほんで一個ずつよ、一個ずつパーって開いて、どの返信をしなきゃかな、返信できてないなっつってやってるわけよ。でさ、これもさ、今さ動画上げてるのがさ、数本だからさ、なんていうの、こう一個一個さ開けてさ、あこれできた、あこれ来てる、あれでき来てるってさできるけどさ、これさ前みたいにさ、もう500本とか600本とかさ上げ始めたらさ、もうできんくなるかもしれん。そのうち本当に YouTube と違う携帯とパソコンを連動させなくちゃいかんなって思ってるところでございます。新しい視聴者の皆様、なんでさまた YouTube をさできるようになるまでさ、まあ立ち直ってはないね、まだ立ち直ってはないんだけど、に慣れたかっていうと、もうね、一番最初に始めた YouTube よ、最初に始めた YouTube の子さんオブ子さんの皆様がもう結束が固くてね、私はギャルズって呼んでるんだけど、あなたももうギャルズの仲間だからね、ギャルズの皆様がさ私を支えてくれてさ、もう全然さ YouTube なんかさ上げられんしさ、もう自分のことも話せ、小林がいる、自分のこともさ、話せない状態だったわけ。自分のことも話せないっていうか、その闇散らかしてたわけよ。でも、ラジオがありますよとか、そうだよ、ラジオの概要のさ、概要欄にラジオとか、ああいうのも書かにゃいかんね。そう、ラジオがあるから少しずつ、ね、自分のペースでいいです、待ってますって言ってくださって、今ここに至るわけよ。それから、毎日をやってるわけよ。私一人じゃね、こんなとんでもないよ。こうやって前から見てくださってる方々と、そして新しくチャンネル登録をしてくださった、してくださった、そこのあなた、シンギャルズの皆様、ありがとうね。ありがとうね。そう、それでね、私は支えられて頑張ろうと思うから、じゃんじゃんバリバリ行くよ。ちょっと待って。はい、これちなみになんですけれども、
現在の状況はというと、まだ返信しきれておりません。大変お待たせいたしておりますけれども、ありがとうございます。書きます。こんなことある？クリスマスツリーの前で灯油入れてんだよ私。寒いんだもん、家が寒いの、家がものすごい寒いの。灯油が入ってない。もうこれが最後かもしらん。灯油を買いに行かないといけません。どうなってんだよ。私の生活は本当に一変しております。日本が大好きよ。灯油がありません。ダメだ、灯油がなくなった。何も食べてないし、あ、クリームやん。ちょっと来てくれない？ママさ、たい焼き一口だけ食べちゃったんだけど、クリームだったわけ。で、こう私が口つけたところを切りますから。ほら、クリーム嫌いって。じゃん、クリーム好き？何でも食べるけど、クリーム嫌いだから僕に食べさせるのは違うと思う。え、本当？ありがとう。あとた、あとは何？あんこ？うん、食べる？またクリーム食べてる。いや、だって。いや、だってのクリームばっかもしょうがない、食べるしかない。開けて。どうぞ。この人たちが唐揚げとかが食べた？それから揚げにしてる。飛んでるでいいじゃん。飛んでるだけでいいな。私の自立への道、それはご飯を食べて寝て掃除して洗濯してご飯作って子供たちのメンタルケアをして、動画撮って編集してピアノを教えて歌を教えて、そのうち音楽教室がヤマハ、河合に次ぐ大チェーン店になっちゃったり、 YouTube が書籍化されたりしちゃうかもしれない。あなたはもう目撃者です。次回またお会いしましょう。バイバイ。